自分の価値が一番発揮できる場所を求めている EMC2 期生鈴木瑠香です。今年初めて雪がない冬を過ごしました。よろしくお願いします。 EMC2 期生の鈴木夏実です。学生の Twitter を、担当しています。ラブライブ大好きです。お願いします。武蔵野 EMC1 の田舎者板本ひろきです。今は入学してすぐに創業した株式会社エマーという会社をやりながら学校に通ってます。よろしくお願いします。僕は総合型選抜の一期で入学したんですけど、僕高校時代は、さっきも言ったように島根県の田舎で生まれてずっと育ってきて、17歳の時に高校2年生の冬に個人事業主として中小企業のプロモーションとかを作っていた関係で、恩師と呼ばれる恩師の江上さんという方が島根県でおられて、その方がたまたまグロービス時代伊藤洋一さんとか荒木さんとかと知り合いで、たまたまこの学校面白そうですよねみたいなのを言ったら、ちょうどそこでビデオ通話を洋一さんとつないでもらってここにしようと思って決めました。私総合2期の方なんですけど、その最初はなんか違う学いつもの他のと違う学部ができるみたいなところで、そのプログラムに参加していたメンターさんに教えてもらって、でそれを高校2年生の時に知って、で頭の片隅にはあったんですけど、で高校3年生で受験決めなきゃいけないっていう時にギリギリまで決まってなくて、で頭の片隅に残ってた EMC を引っ張り出してきて、ここだったら他の人とはできない、他の人ができないことができるかもしれないとか、普通と違ったことができるって思って EMC を志望しました。私は、付属の高校から来たんですけど、なんか高校生の時になんか進路どうしようかなって考えてた時に、なんかこのままなんか やりたいことも一つに決まってないし、なんかなんとなく大学行って就職してみたいな、なんかそんな人生でいいのかなって悩んでて、でアントレプレナーシップのこの学部を知って、なんか本当にたまたまなんか自分のその付属の大学にできるってなって、いつもなんか学校と家の往復で関わる人もいつも同じで、もっといろんな人と関わってみたいし、 EMC は他の大学ではできないような、なんか唯一無二だなってすごい思ったので、EMC に入るのかなって思いました。やっぱ寮のイメージが思ってたよりすごかったっていうのがめっちゃあって、なんか想像してたのと違うくなかったですか？濃さがすごくて、もう夜な夜な、いや夢こんなんなんだけどさをずっとやってるみたいな、なんでなんか自分を見つめるきっかけにもなるし、っていうのはすごい感じたかな。私もちろん寮も本当にそうなんだけど、なんか入学前本当になんかみんなすごい人がいるんだろうって思ってて、なんかもうみんな、なんかみんな起業してて、なんかもう絶対私なんかついていけないみたいに思ってたんですけど、入ってなんかいろいろな人と話してて、なんか意外とみんな優しいし、いい人ばっかり、よかったなって。最初ビビって本当に最初怖かった。今私がやってることは学生団体を立ち上げて、その都市と地方の成長機会の格差ってやっぱすごいなっていうのを東京に出てきてすごい感じて、でじゃあ自分ができること何かっていう時に、その小学校とか学校を変えることは難しいかもしれないけど、外部の活動として私たちがワークショップを開けば新しい学びとか新しい発信とかできるんじゃないかっていうところで、ワークショップを地方で開催しようというのを今やっていて、で実際に自分の地元で2月からワークショップさせてもらうってことで、今その企画とか触れて頑張ってます。僕もルカと近くて、僕も島根県っていう田舎から出てきて、なんかその地方都会の格差っていうところに常にちょっと課題感を持ってて、で高校時代はもともと映像をやってたので、その関係で今はどんな場所からでもライブ配信ができるっていう遠隔ライブ配信サービスを今仮説検証でやってまして、この事業では将来的には日本初のインターネットスポーツテレビを作ろうということで、アベマに代わるようなものを僕らが作っていこう
ていうのをちょっとメンバーで話してまして、現在実際にそのアマチュアスポーツ、プロスポーツ、プロのフットサルチームとかにも導入していただくっていう話もしてて、まあ、そんなところから世界を変えていけたらなと思ってます。インターンに行っていまして、その会社は起業とか創業したばっかりの人とかに、その起業のノウハウとか、なんか資金調達どうするのみたいな、そういうのをまとめた雑誌を出してるところで、なんかその中でなんかいろんな起業家さんになんか取材して、こうインタビューとかさせてもらったりして、なんか本当にいろいろななんかつながりとかそこでできたし、なんか話、なんかこうインタビューとか人の話を聞くっていうところでは、インターンを始める前よりかはなんかスキルがちょっと上がったのかなって思ってます。みんないろんなことを挑戦してて、挑戦の連鎖っていうのが生まれてるなっていう実感すごいあって、あとはみんなが違うフィールドで違うジャンル戦ってるので、なんか変になんかそこで、なんていうんですかね、比べ合うんじゃなくて、みんながみんな別のフィールドだから、いろんな情報もキャッチし合いながらやってるっていうのはすごいなんかいい環境だなとは僕はすごい思ってます。それこそだからなんか EMC の同窓会って絶対すごいよねっていうのを最近友達と話してて、全員が大きくなって集まって、そこでまた大きいことできたら超かっこいいよねっていうのを、なんかそれもでっかい EMC の中の夢かなっていうのはすごい思うんでしょ。確かに同窓会楽しみだよね。僕はもう荒木さん一筋ラブでなんですけど、やっぱり荒木さんのクリティカルシンキングっていう授業を1年生の時取るんですけど、衝撃というか、やっぱりそこまで深く考えたことない、なんか改めてその本質をしっかりと考え直すっていうのは、なんかビジネスだけじゃなくても私生活にも使えることで、なんかすごい荒木さんの言動行動からはすごく学ぶものが多くいなっていうのは感じてます。そうですね、そのみんな荒木さんのクリティカルシンキングを受けた人がみんな荒木さん大好きになってくるんですよ。だからどんな授業なんだろうっていうのはめっちゃ気になってて、でその多分クリティカルシンキングも同じ感じだと思うんですけど、なんか自分たちで考えたリサーチするところがすごい多くて、そうなったらなんだろう、本当受け身の授業じゃない、まずその反対みたいな授業が私的にはすごい楽しくて、全力で自分がやれるとこまでやれるのはいいとこかなと。それこそインターンとか始めたのもなんか、まあ、誰とかではないんですけど、周りのその2期生のみんなとかがもうインターンとかすごい行動してるのを見て、私もなんかやりたいなって思って始めたっていう感じです、私も2期生とかそれこそ1期生とか同じ、なんだろう、自分も同じ生徒っていう立場でありながら自分の挑戦したいことにどんどん果敢に取り組んでいくところを本当隣で見てると、自分立ち止まってちゃダメだよなとかいうのがすごい思って、闘争心が強いので、だからそこで自分も同じ土俵に立ちたいとかいうのがモチベーションになってくるので、そこはすごい私にとって一番 EMC で自分を成長させてくれたところかなっていうのは思います。今さっきも言ったように日本初のインターネットスポーツテレビを作るって言ってるんですけど、まあ、その授業を やれていたらいいなっていうのがあって、そこにちょっとスポーツベッドシステムとかも追加というかオプションとして考えてて、その法の改正がどうなるか分かんないんですけど、まあ僕は自分の会社をEMC のこの学びを通して大きくしていけてたらなと思ってます。私はその高校の卒業式になんか一人一人話すとこ時があって、そこで私花咲かせて帰ってきますって宣言したんですよ。だから卒業までは結果を残すっていう意味で花を咲かせたいなっていうのはすごい思って、それがどの分野とか自分がやりたいところかとかあんまり具体的に決まってないんですけど、今のところ今やってる学生団体のこととか、その小さい頃から興味ある動物関係のこととか、どこかの分野で
花を咲かせて地元に帰れたらなっていうのはすごい私の中の大きな目標かなって思う、うんうん。まあ、個人的にはまずギネスを取りたくて、なんか何とか全然ないんですけど、とかなんかいろんな海外とか日本とか本当いろんな場所に行っていろんな人と話をしてみたいなってすごく思ってます。集めるなんかコレクションでなんか 一番みたいな、なんか当時あの小学生の時にギネス取りたいなって思ったんですけど、なんかその時はなんか先生たちとかのなんかサインを集めてすごい集めてっていうのしててなんか別にそれじゃなくていいんですけど全然なんか一枚になりたいなみたいなのはちょっとあります。ありがとうございました。